い、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。さあ今回はですね、先日予告をしていたリーグオーダー、そして今行われている最強決定戦のオーダー、この2つのオーダーを紹介していこうかなと思います。まあ一応ですね、リアタイメインの、まあ、YouTuber として活動はさせてもらってるのかなと思うんですけど、個人的にはですね、リアタイも好きなんですけど、リーグとかそういったオーダーを作るのも好きなので、まあ、今回はそっちの方を紹介していきたいなと思います。まあ早速ですね、紹介していきたいなと思うんですけど、先に、こちらを見てください。どうぞ。それでは、オーダーを紹介していく前にドラフトスカウトの方30連引いていきたいなと思います。というのもですね、特訓素材が今カツカツなんですよ。ここ最近ですね、結構いい日が続いていて、もう育成する選手がたくさんいるし、まあ、コイン半減ということで、もう特殊能力も一緒に上げておこうと思ってかなり育成頑張りました。もう本当にね、育成だけで1000エナジーぐらいはなくなってます。まあ、それくらい育成をしてきたんですけど、まあ、その影響でもう B ランクとか A ランクが今カツカツの状態です。でまだね、千賀選手とか特訓終わらせてあげれてないので、まあドラフトスカウトで、まあ、一応 S ランクの選手を狙いつつ、まあ、素材の選手も取りに行こうかなという感じになります。でまあ30連引いていこうかなと思うんですけど、ちょっとね引いてました。本当にね、素材が欲しいなと思ってバーって引いちゃって、まあ、なんだかんだ結構引いてます。全部合わせると80連ぐらいになるのかな。まあ、動画外でね引いちゃってたんですけど、まあ、残り30連ぐらい引いていこうかなと思います。それでは行きましょう。まあ、一応由伸選手、山本由伸選手が出てくれればラッキープラス、A ランクの吉田正尚選手狙いですね。あの称号で同時決めてあげたいなと思ってるんで、まあ、そっちメインです。どちらかというと A ランクの吉田選手が来てくれればラッキーぐらいの感じで引いてます。ちょっと待って、 S ランク出た。待って待って、やらかしたかもしれない。待って待って、びっくりした。吉田選手が来てもリーグオーダーもちろん上がるし、まあと言うと山岡選手ですね。チームで言うと山岡選手が来ても100上がるので、まあ、その2人の選手が出てくれれば、おお、普通の選手だった。普通の選手、普通の選手ってなんだ、まあ、普通のオリックス引けなかった、まあ、3位のあれですね。さあ、あなたは誰だ。さあ、ヤクルトの選手が出ている。これ間違えてヤクルトで引いた。さあ、おい、さあ、おい、やってますね。やってますね。あら、出ちゃった。どうしよう。山本、ちょっと待って、出ちゃった。マジか。マジか。そんなつもりなかった。本当に素材集めようと思って引いたんですけど、あ、1位ですね。引いちゃったな。どうしよう。あれ、奇跡的に引いちゃった。由伸さんも、まあ、球種結構変わってるんでね、まあ、リアタイでも使いたいなと思ってるんですけど、まあ、継承させるか。個人的には多分、今年のシリーズも結構強いなと思ってるんで、まあ、最強決定戦メインで引いていきたいなと思います。まさかのここで神引き。S ランク2枚引きしちゃった。まあこれはもうリセットするしかないですよね。一応リセットしたんですけど、あ、どうしよう。あ、待って、まさか引けると思わなかったから、どうしよう。自チーム、まあ多分 S ランク出ないと思うんで、まあ、A ランクの吉田正尚選手狙ってもうリセットしちゃったんですけど引いていきます。マジで A ランクの吉田正尚選手で称号を決めて同値にしたい。そっちの思いもかなり強いです。まあ本当に良かった。でも引けた。奇跡が起きた。とりあえず、自チーム A を引いてくれ、吉田選手。さあ、一応笑ってくれても嬉しいよ。まあそんなに甘くなかった。まあでも90連目でね、 S ランクのそのドラフト1位の選手獲得するのは結構早い方だと思うので、これはラッキーだった。おっ、パーラー。吉田選手、ああ来ないな。まあそれでは、ラスト引いていきましょう。もうそれ以上は引かないかな。まさか本当に、あらー、 S ランク来ちゃったー。もうちょっとやばい、引きがやばい。これで1位引いたらどうしよう。自チーム変えとけばよかったってなるわ。どうしよう。だって1位引かないでお願い。まさかドラフトスカウトで1位引かないでっていう時が来るとは思わなかったけど、これ1位引いちゃったら後悔するわ。いや、 S ランク来ると思わんやん普通。どうしよう、お願い。2位引いて山岡選手が一番嬉しい。さあ、キラーンと笑って、さあ引いていきましょう。いや怖いな、どうしよう。1位出るな、他の選手来い。ここここ?うわー、やらかした。やばい、やった、やばい、やらかした、マジでやらかした。誰、君誰。あ、やば、マジやらかした。うわ、いや、マジやらかした、しくった。これは本当に大失態。いや、うわ、マジ何してんの俺。いや、でも1位引けると思わんやん。待って、しくった。いや、どうしよう、マジでバカなことした。これするなら有原選手とか狙いに行きゃよかった。そんな、吉野部さん2回引けると思わんやん。しかも20連目でリセットした再スタートで。マジでなんでこれで1位引くの。もう、やべえ、やった、どうしよう。正直これ過去1のやらかしかもしれない。
いやでもさ、出ると思うんや、20連目で1位が。うわー、やらかした、どうしよう。おう、すごいことをやらかしちゃったんですけど、ちょっとスピストアでですね、S ランク契約書スピメダルが結構余ってたので交換してきました。とりあえずこれ引いていきたいと思います。マジやらかした、ほんと何してんのマジで。そんな1位引けると思うんや、2チャームで引いとけよかった、有原選手引いとけよかった、マジで知らねえ、もうちょっとマジでどうしよう、マジで困る。とりあえず狙いの選手は1番はおかわりくんです。他は出てから反応します。さあ誰が来る、とりあえずミキサー弾にもなるし、さあ誰が来る、とりあえずミキサー弾にもなるし、おもなんでやねん、何の引きやねん、何の引きやねん、マジでめっちゃいい引きするやんこういうとこで。ちょっとですね、もういたたまれないということで、ミキサー最後やって、オーダー紹介の方行きたいと思います。で、今回巨人の選手はまたちょっと取っておいて、まあ、今後の圧縮要因として使いたいので、まあ、ここら辺の選手を混ぜていこうかなと思います。この5人でですね、山岡選手を狙っていきたいと思います。マジでやらかした。ちょっと立ち直れてない結構、山本選手引いたことを。いやー、マジで他の球団で引いとかよかった。よし、スキップします。行きます。これでまあ、山岡選手出てくれれば結果オーライ。なんでそっちで S ランク引くねん。 A ランクの吉田正尚選手狙いですね。あの称号で同時決めてあげたいなと思ってるんで、まあ、そっちメインです、どちらかというと。というわけで、次に称号チャレンジしていきたいと思います。まあ、結構称号チャレンジしたい選手がいて、まず福留選手ですね。さっきのあれから立ち直れてないんですけど、4回できます。でもここはミスターフルスイング1点狙いです。もう同値になれば勝ちなので、まあ、とりあえず4回、まあ、星2の確率はね、何枚使っても変わらないんで、もう全部本なしでいきたいと思います。もうミスフル1点です、お願い。ミスフル決まったらリーグオーダー多分スピリッツ上げれます。ランガン惜しい、星2の称号だけど惜しい。もうどんどんいきます。ここは本当にミスフル1点なんでお願いします。さあ 35% の中から7分の1ぐらいかな、星2の称号って。まあ、そんくらいだと思います。あ、星3超えちゃった。あー、打撃を極めしものいいですね。まあ、とりあえず能力が上がる称号がついてくれたのは結構でかいんで、まあつかなかったら多分このままいくと思います。さあ残り2回、まあ、やっぱね星2の称号が一番難しいんですよ、星2の称号1点狙いっていうのが。まあ、なのであんまり期待はできないんですけど、マジついてくれたらラッキーは強心臓。まあこれは強心臓いっとくか、いやどうしよう、いやまあ強心臓いっときます。ちょっとここはスピリッツ優先で、さあ最後いきましょう。まあ奇跡起こってくれ、今のところ結構ありえない確率が起きてるんで、まあ、こういうので星2の称号がバンとついてくれてもいいんじゃないかな。カンカン、うわ違う。まあ、ここは強心臓で我慢したいなと思います。まあ、これからが勝負です。もうね S ランクだろうがなんだろうが、もうちょっとここは同値決めないといけないので、かなり、豪華な使い方だと思います。 S ランクで S ランクの称号するのは。まあ、ただねここはちょっと賭けで、もう同値狙いでいきたいと思います。これ同値にしたら最強決定戦のオーダーが200上がるので、もうマジでお願いします。パワー自慢かな、うーわちげんだよな、パワーも落ちちゃうし。それでは、最後の称号チャレンジに行きたいと思います。キュウイとスタミナの同値を作るためには鉄腕1点狙いになるので、本5冊でちょっと1点狙いを勝負していこうかなと思います。さあ結構確率厳しいけどね、結構厳しいけど、まあ、これが決まるか決まらないかで、まあ、今後のリーグオーダーのコンボに関わってくるので本当にお願いします。鉄腕1点狙い、お願い。鉄腕1点狙いです。さあカンカン3で止まれ、いやー4ついっちゃった、楽しいの投球。まあ悪くないんですけどね、まあまあまあいいかなと思います。おう、それでは、最強決定戦のオーダーから紹介していきたいなと思います。今回、パリーグ限定リーグで出場しています。チームスピリッツが8276、最大コンボ上昇量が9940ということで、まあ、結構育成頑張りました。まあ、これくらいやったらですね、まあ、他の方のちょっと完成度が分かんないんで、まあ、まだ何ともいないんですけど、まあ、300以内は入れるかなと思ってるんで、まあ、一応300以内を目標にやっていきたいなと思ってます。でなんであんなに吉田正尚選手の同値にこだわっていたのかというと、まあ、吉田選手パワー型することによって、まあ、DH で使っているですねカブレラ選手を西川選手に変えることができたんですよね。まあ、これを変えれるだけでスピリッツが200上がるので、まあ、吉田選手同値決めたかったんですけど、ここは惜しくも決まらずに、まあ、スピリッツ上げることができませんでした。まあ、カブレラ選手を含めてですね秋山選手中村のりさんと、まあ、スピリッツ3200の選手が3人も入っているので、まあ、ここで、もうちょっとスピリッツ伸ばしたかったなということにはなるんですが、まあ、しょうがないかなとは思ってます。
でこのオーダーの特徴がですね、めちゃめちゃファイヤーフォーメーションでして、こちらです。ファースト、セカンド、ショートの適正がオール E、まあ、かなり守備面は終わってます。まあ、リアタイではですね、こんなオーダー絶対組まないんですけど、まあ、やっぱりリアタイとリーグ、まあ、オーダー組むときにですね、結構変わってくるので、まあ、これはいいかなと思って、まあ、ここはファイヤーフォーメーションを組んでいます。まあ、野手はスピリッツ3200の選手が3人いるんですけど、まあ、投手陣は、まあ、3200の選手がいないので、結構ここでスピリッツを上げています。まあ、特に先発陣は豪華ですね。まあ、松坂さん、杉内さん、則本さん、岸さん、千賀さん、まあ、エース級の選手5枚並べていられるので、まあ、ここは結構能力的にもいいのかなと思います。まあ、あとはさっき当たった山本由伸選手、ここを継承してあげるとスピリッツは100上がりますね。あと高橋純平選手と東條選手の限界突破をあと1ずつ進めてあげると、もうちょっとスピリッツも上がるので、まあ、そこはどうにかしたかったなとは思ってます。まあ、それくらいですかね。まあ、コンボも最低ラインは出せてるのかなと思います。続いてリーグオーダーの紹介に行きたいと思います。こっちはですね、8万戦目前ということで、スピリッツが8万895、最大コンボ上昇量が9438です。まあ、セリーグの選手もね、もちろん入れてるので、まあ、スピリッツは高くなってるんですけど、まあ、阪神枠ですね、唯一スピリッツ3200のバース選手が入っているので、まあ、そうですね、ここ西選手かなんかに変えてあげれたら、シンプルにスピリッツが200上がるので、まあ、阪神枠の補強、まあ、これは急ピッチで進めていきたいなと思います。まあ、野手はですね、ちらほら、まあ、スピリッツ3300の選手もいるんですけど、やっぱりね、投手の完成度が高くなってます。まあ、さっきいなかったね、三浦大輔選手とかもいるので、もうここはほとんど3400で固められています。まあ、あとは山本由伸選手をこっちも継承させて、まあ、東條選手を限界突破あと1、山岡選手のところをですね、まあ、3400の選手に変えてあげると、投手は3400の選手が揃います。まあ、あとは結構出すのが難しくなってくるんですけど、9位スタミナ8人ずつっていうのはですね、もうずっと出したいコンボなので、まあ、9位スタミナ同時の選手が今後出てくれば、そこは狙いに行きたいなとは思ってます。本当にね、リーグオーダーも最強決定戦のオーダーも TS の選手をこれだけ入れれてるので、まあ、かなり完成度が高くなってます。本当にあの神引きがあったからこそ、まあ、こういうオーダー組めてるので、まあ、もうちょっとスピリッツ上げて銀枠狙っていきたいなとは思ってます。というわけで今回はここまでになります。まあ、リーグとですね、最強決定戦のオーダーを見せるのがメインだったんですけど、まあ、とんでもないことによって、まあ、そっちがメインじゃなくなって、まあ、スカウトの方がメインになってしまいました。まあ、結果論にはなるんですけど、もう本当に過去最大級にちょっとやらかしてるので、まあ、結構引きずってます。まだ引きずってます。いや本当にね、日ハムで有原選手引いとけば、最強決定戦のオーダーとかね、もっと変わってきたのかなと思うので、まあ、運が良すぎて、まあ、失敗してしまったのかなとは思います。まあ、またですね、最強決定戦のオーダーの進行なんかもしっかりと動画撮っていきたいなと思いますし、リーグオーダーももっとスピリッツが上がっていったら今後紹介したいなと思います。まあ、リアタイだけではなく、もうリーグもね、最強決定戦も、まあ、勝てる実況者になっていきたいなと思っているので、もうプロスピに関連すること全部頑張っていきたいなと思います。まあ、今回の動画ぜひ笑った方はチャンネル登録高評価お願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら。